イリーナ、契約してみせろ。レムナントの力を解放するのだ。そうすれば世界は変わる。死者さえも蘇るかもしれんの。死者？そう、お前の兄もだ。わかるな？待て、人質がいる。下手に騒ぐな。でも落ち着け。奴らはただ者ではない。何をしてくるかわからん。これはこれは、ようこそアスラム公爵閣下。私を知っているのか。では話が早いな。我がアスラムに武装して侵入した上、レムナント・ラバーソーリ、レムナント・スキアボーナへの干渉、さらに未成年の誘拐、貴公らの行動は共和会議の精神に反する。処罰するには十分だ。こちらにも事情がありましてな。時には法に従えない場合もございます。不本意ではありますが。いや、わかりました。我ら直ちにここから引き上げましょう。アスラム公にはこれ以上ご迷惑をおかけいたしません。それでお許しを。ダメだ。直ちに人質を解放し降伏せよ。あまり欲張られるとアスラム公とて無傷では済みませぬぞ。随分と強気だな。後ろに誰がいる？ゴール公か？ゴール校ならばレムナントにはそれほど執着はいたしますまい。まさか貴様アカデミーの者か？アスラム校、イリーナ城は特別でしてな。サイクス夫妻がぜひレムナントの研究に参加させたいと。彼女自身も今はそれを望んでおります。こちらの不手際で少々連絡が遅れましたが。ふざけんな！誰が信じるか！イリーナ、脅されてるんだろ。大丈夫だよ、俺が来たから。イリーナ、おいで。まったく困った兄上だ。アスラム公にはもう少ししっかりとラッシュ殿を監視していただきたいものですな。我々の崇高な研究のためにもね。ラッシュ、よせ。邪魔するな。いいな、俺が助ける。アスラム公、ラッシュ殿をこの場から退散させていただかないと、このままでは御身の保証はいたしかねますな。まずはアスラムまで来てもらおう。真偽はアカデミーに問い合わせればわかることだ。おお、まだ我らを疑いますか。仕方がありませんな。降りかかる火の粉は払わねばなりません。これはこれは、手加減しすぎましたかな。ワグラム、殺すつもりか？アスラム公だぞ。構わん。レムナントの真の力も解放できず、
レムナントに消耗されるだけの小僧だ。我が古き力の盟約に従い、虚空の門を開け。撤退を。